金森宗は金森茂地下明暦2年12月16日は、安土桃山時代から江戸時代前期にかけての武将、茶人、金森荷重の長男、宗和の豪で知られる、宗和流佐道の祖、子に、金森法師、山下氏正室、天正12年、飛鉱山藩主、金森荷重の長男として誕生。弟に、金森茂より、金森茂勝、 坂井主住慶長19年、大阪の陣で徳川方につく父、梶浦を批判したことで出陣当日に拝着され、母と共に京都に陰性する。当初は、宇治の茶師のもとに滞在していた。この頃、茶の木を刻んで作ったのが、茶の木人形の始まりとされる。後大徳寺で禅を学び、啓発して、宗は都合する。祖父の長勤や父の梶浦と、 同じく茶の湯にひい出ていたこともあり、クゲとの交友を深めながら、やがて茶人として、活躍を始める。自ら研鑽して作り上げた茶道は、古田茂成や小堀正和の作風を取り入れながらも、臨機応変。その柔らかく優美な茶風は、奇想和と呼ばれ、慶のクゲたちに愛され、江戸幕府三大将軍、徳川家光に招かれたこともある。その系譜は、 佐藤宗和流として今日まで続いている。著名な投稿の野々村一清を見出したことでも知られ、また、大工の高橋左衛門と主の成田三衛門らに、命じて日だ春家塗りを生み出した、ともされている。加賀藩三代藩主、前田利常より飯抱えの意があったが、宗和はこれを辞して、この奉仕が、寛永2年に、大間回り組として出資した。これより、代々、 宗和の子孫は、金沢にあって、加賀藩に仕え、二千国を漁師佐藤宋和流を継承した。晩年に至っても、積極的に茶の席を催し、明暦二年、死去。墓所は、京都府京都市北区天寧寺門前町の天寧寺。千利休の切腹後、利休長男の仙道安は、金森家重に預けられていたとされ、両国の飛騨高山にて沿居禁止を命じられた。 この際に荷重と共に教えを受けたとも伝えられる。また、教えを受けたのは荷重だけであり、総和は父から教わった、ともされる。これとは別に、古田織部の影響も受けている。伊予国大須藩主の加藤康雄は、備中国足盛藩主の木下俊正に創術を学び、自ら槍の流派を開いたほどの武芸の達人であった。この加藤が総和に、茶会の開催を依頼した。 加藤は、佐藤の心得はなく、さほどの興味もなかったが、名高い宗和の佐藤とは一体どれほどのものであるかを体験したく、加えて、この席上に、武芸者から見て何らかの隙があれば、それを指摘をしてやろうとすら意気込んで参加した。当日の宗和の席は加藤にとって、わずかのほころびもなく、一切の隙も感じられなかった。帰宅して加藤は、確かに宗和は、名人であったと語った。 これが、地種方神脳の,の耳に届き、方神脳は、そうであろうと大変喜んだ。御用勢天皇の御子であった、地種方神脳は昭和から、茶の指導を受けていた、弟子筋にあたり、方神脳らが後に続く公家の茶を確立させていった。御用勢天皇の、第九王子で一条家に養子に入り、関白及び摂政も務めた一条あっが昭和に茶を、所望した。 曹和は茶の用意を始めたが、秘釈を手に取ると少し考え、そのまま立ち上がって、次の間に下がってしまった。客が何事かと待っていると、曹和は戻ってきたが、その手に持った秘釈の柄が5分ほど短く切り詰めてあり、その秘釈を使って茶の続きが始まった。柄の最初の長さは、曹和の求める、用、美と違っていた。ありがとうございます。